3年前、創薬センターで入院中の認知症患者が殺害された。当時容疑者とされた死刑囚大久保新平は今なお潔白を主張する。そして一連の事件がアドディック9の人体実験であったとする矢上の仮説は、寺沢恵美殺害の真犯人を浮かび上がらせた。あの、これから綾部刑事の接見に行ってきます。おう、矢上も一緒か？いえ、僕一人です。矢上さんはそのしばらく僕らと距離を置くそうです。モグラに狙われるだろうから巻き添えにできないって、源田先生にも気をつけてほしいって言ってました。今さら水くせえ。矢上さんはアドデックナインに絡む事件を全部解き明かす気でいます。そうすれば綾部刑事も大久保君も二人を無罪にできるって。もし大久保新平の冤罪を晴らしたら、矢上はえらいことになるな。間違いないですね。ええ、汚名返上どころかもうレジェンドですよ。まだそこまで浮かれる段階じゃねえよ。やっぱりだ。この間仕掛けた松金組の盗聴器、まだ生きてたよ。よし、何が聞こえる？組員たちの雑談。結構な人数が詰めているみたい。羽村はそこにいそう？いや、多分いねえな。そばに頭がいりゃピリッとするもんだ。誰も雑談なんかしなくなる。でも羽村は連絡を入れてくるはずでしょ？多分な。多分？事務所には連絡するはずだって言ってたの海藤さんだよね。そんな怒ることじゃねえだろう。はぁ、一体どこに消えちゃってんだろう。確かに羽村の居場所が分かるまでずっとこうしてんのもなんだかな。とりあえずタバコやめない？こんな締め切ってんのに。だよな。そう思ったんだけど、ついよ。しばらく辛抱して。羽村は絶対に捕まえる必要があるんでしょ。ああ、モグラを引きずり出す鍵は羽村だ。その羽村を抑えられないようじゃ俺らの負け。綾部も大久保君も助けられない。でもよ、ただこうして待ってるだけってのはな。じゃあいつものあれ使うか。空から松金組を偵察してみる。あれって東だよな。本当だ。なんか偉そうにしてるね。出世しやがったか。羽村がいないんで伸び伸びしてるって感じ。ん？見ろ、東が表に出るぞ。俺は東を尾行してみる。三人で盗聴を続けるより手を広げよう。俺も行く。じっとしてんのは性に合わねえ。じゃあ僕一人で登場。後で代わってやっから。
俺らこんな風に歩いてて大丈夫なのか。今頃正野がモグラを差し向けてきてるかもな。いつ襲われてもおかしくないよ。やっぱそうだよな。東はなあ、今なら東も一人でいるし、思い切って話しかけてみるか。この間料亭でやり合って以来だぜ。俺らに聞く耳持つか。ダメで元々だ。ダメで元々か。よし、じゃあ行ってみっか。なんだあいつ、逃げやがった。なんでだ。なんだよ、もう逃げなくていいのか。別にお前から逃げてたわけじゃねえよ。え？組の目があるところじゃお前らと話せねえ。じゃあ話聞いてくれんのか。東、てめえ。東は逃げない。休んでていいよ、海藤さん。羽村の頭は本腰入れてお前らを探させてるぜ。見つけたらすぐ連絡しろって組の門に号令がかかってる。へえ、逆に呼んでくれりゃすぐに会いに行ってやるんだけどな。会ってどうすんだ。向こうはマジでお前ら始末する気だぞ。ハムラの居場所は。俺は聞かされてねえ。本当だ。今あんたらに会ったことを頭には報告しねえよ。だがな、俺がお前らなら今すぐに町を出る。親父もその方がいいと思ってるはずだ。あいつ案外親切だったじゃねえか。じゃあ素直に忠告聞いて町出るか。バカ言え。冗談だよ。でも羽村の方も俺らを探してるらしいな。完全に始末する気でだ。だから。いや、だからってなあ。羽村の手下が俺らを探してんだったら、襲ってきた連中を逆に捕まえりゃよくねえか。で、そいつらに羽村の居所を吐かせるってのは。そううまくいくか。向こうはいきなり殺しにかかってくるかも。それか捕まって目をえぐられるか。じゃあまた杉浦の車の中で禁煙するか。ふん、正直それも嫌だな。だろう。よし、じゃあお前今からとにかく街中歩き回れ。俺が後ろから見張っててやっから。分かったよ。敵が襲ってきやすいようにわざと隙見せて歩くんだ。隙を見せてってどんな感じ。それくらい自分で考えろって。よ、聞こえるな、ターボ。なあ、俺は距離取ってお前についていく。好きに歩いていいぞ。敵に隙を見せるようにな。いいぞ、ターボ。ほ
これ以上ないくらい隙だらけだ。すげえな。どうやったらそんな風にできるんだよ。あのね、いつも通りに歩いてるだけ。今んとこ近くに怪しい連中はいねえ。安心しろ。本当に？ちゃんと見ててくれよ。任せとけって。ただこの後何があるか分かんねえからな。合間見て腹ごしらえとかいろいろ適当に備えとけよ。ご親切にどうも。なんでそんなに絡まれるんだ。もっとこう他人を寄せつけないオーラっていうか貫禄ってものを見られてるから。ああ悪うございましたね。おい聞こえるか、タボ。どうかした、カイトさん。松金組の連中食いついてこねえな。もう少し露骨に隙見せて歩けねえのか。ん、例えばどんな風に。まあ酒飲んで酔っ払ってみるとかよ。酒か、なるほどね。テンダーにでも行ってみるか。よ、ずいぶんのんびりしてやがったな、ターボ。なんか目的忘れてやしねえか。は？お前は羽村の手下をおびき出すおとりなんだぞ。自分だけ気分よく飲んでんじゃねえよ。なんだよ急に。そもそもあんたが酔っ払ってみろっつったんだろ。ああ。けどなんか面倒になってきたな。もういっそ松金組の事務所に立ち込んじまうか。いやダメでしょ。結構な人数詰めてたし、そんなことしたらただじゃ済まないって。じゃあ、よし。こんな手はどうだ。こんな手って。松金組がケツ持ちやってる店に顔を出すんだ。ん？どういうこと？松金組の息がかかってる店に矢神が来たって触れて回るのよ。すると多分お前が現れたってご中心がハムランとこまで行くわけだ。なるほど、そいつはありかもな。その店の名前と場所は？そうだな、天下一通りのアルビンかな。オッケー、わかった。行ってみよう。ん？あれは。おい、先週言っただろ、今日までに返事考えとけって。ですからちょっと難しいですと。そんな返事を聞きに来たんじゃねえよ。お前らの面倒見の経費がかさんでんだ。みかじめの値上げは当然だろうけ。そんなダボ、間違いねえ。あいつら松金組のやつらだ。ああそうだね。ここは一つ人助けしとくか。あの店員お困りのようだぜ。カイトさん、棒読みすぎるよ。いいからさっさとやれよ。はいはい。ちょっと、もうその辺にしたら。え、なんだと。あ、八神、なんでこんなところに。一般人に凄んで何やってんの。まったくてめえに関係ねえだろ。ほらまたすぐ大きな声出す。そうやって吠えるしか脳がないのか。あ、だからいつまで経っても下っ端なんだ。なるほど。てめえ、ぶっ殺してやる。おい、あんたら。羽村の頭に八神が来たってしっかり伝えといて。は、羽村の頭？頼んだよ。おい、タボ、これ結構いい作戦じゃねえか。ああ、そうかも。カイトさん、他にケツ持ちしてる店知ってる？できたらいくつかあるといいな。じゃあ
ピンク通りにある連環の刑って店と、七福通り西のファンタスティックロマンス、あと七福通り東のスイートビローだな。よし、全部回ってみよう。連環の刑ってのはここだな。お兄さん、一発どうですか？いい子揃ってますよ。このお店の人？ええ、お兄さん寄ってってくださいよ。サービスしときますから。ここって松金組がケツ持ってるんですよね。え、何ですか？揉め事は勘弁してくださいよ。いや、そういうんじゃないんですけど、八神が来たってケツ持ってる人に伝えてください。八神？どういうこと？いや、特に深い意味はないっすよ。それじゃ俺はこれで。スイートビローはここだな。あそこでタバコ吸ってんのは店員か？声かけりゃ分かるだろ。たく人使い荒いな。いいからさっさとしろ、タボ。はいはい。ここの店員さん？あ、そうだけど。この店って松金組がケツ持ってるんですよね。お兄さん誰？八神と言います。特に用があるわけじゃないんですけど、八神が来たってケツ持ってる人に伝えといてくださいよ。どういうこと？いえ、特に深い意味はありません。それじゃ俺はこれで。ここがファンタスティックロマンスだな。あれ？今日もご苦労様でした。おう、次支払い遅れたら許さんぞ。すいません、今月売り上げ悪くて。もっと営業努力しろよ。口開けてても客は来ないぜ。おい、タボ、ちょうどいいじゃねえか。あいつに挨拶しとけよ。挨拶ね。はいはい。すいません、空いてますか？いらっしゃいま。てめえ、八神！あれ、松金組の方。こんばんは。のんきに挨拶なんかしてんじゃねえ。どの面下げて現れやがった。ちょっと羽村の頭に会いたくてね。どこにいるか知りません？なんだと？てめえ、舐めた口聞きやがって。頭には会えねえぜ。ここで俺がぶっ殺してやるからな。もう気は済んだ？くそ。このことはしっかり組に報告しておいてよ。それじゃ俺はこれで。よ、こちらカイト。ご苦労だったな、ターボ。バッチリだったぜ。そう？ああ、間違いねえ。羽村の野郎、すぐに手下どもよこしてくるぞ。お前はこのままもう少し町を歩き回れ。じき向こうから仕掛けてくるはずだ。わかった。よう、ターボ。もう少し人気のないとこ行ってみるか。賑やかなとこじゃ敵も襲いづらいだろうしよ。人気のないとこ？チャンピオン街のあたりがいい。ああいうとこならつい闇討ちしたくなるってもんだ。物騒なこと言うね。了解。海藤さん、気のせいかな、なんか
じっと見られてる感じがするんだけど。聞こえてるか？おい、カイトさんどこだ？こっちだ。待ってろ。カイトさん、あんた敵連れてきちゃってるぞ。カムラの居所を吐かせる。わかってるって。待て。もう諦めろよ。捕まえた。お前、羽村の手下だな。あいつはどこにいる？てめえはもう終わりだ、八神。なんだと？あれ？この間とは形勢逆転だな、カイト。羽村、東、おやっさん、手引くチャンスは何度もくれてやった。それを突っぱねてここまで来たんだ。覚悟はできてんだよな。お前らはやりすぎた、羽村。これでやっとすっきりするわ。ちょっと待ってくれ。もう面倒なのやめましょうよ、親父。こっちだってできるだけあんたの顔は立ててきたんだ。頼む。あんたはこいつらの親代わりかもしれねえが、その前に松金組の親分でしょ。もう他に道はねえってことぐらい。いい加減にしろこの野郎。親父に銃なんか向けんじゃねえ。よせカイト。誰に向かって口聞いてんだ。うわあ、カイト、カイトさん。八神さん。カイトさん。ダメだよ、今は僕についてきて。くそ、待てくれ。止まれ。大丈夫、もう誰も追ってきてない。カイトさん、どうなった？羽村に脇腹を撃たれてヤクザたちに捕まってた。その後は分かんないよ。くそ、早く助けに行かないと。お前はなんであの場所に来れた？ずっと松金組を盗聴してて、そしたら
クミンが集められだしたからさ、そいつらについてきた。ハムラのアジトは分からないか。盗聴してて何か手がかりになりそうな言葉は。ソレイユってビルの名前なら何度か聞こえた。ソレイユ。じゃあもしかしたらカイトさんもそこに。どうかな、そうとは限らないよ。ただカムロ町にソレイユって最近潰れたビルがあってさ。なら考えるの後でいい。行ってみよう。だね。あのビルがソレイユ。あそこでタムロしてる連中見覚えがある。松金組だ。じゃあやっぱりカイトさん、ここに連れて来られてる。外からじゃ確かめようがないな。けど今のうちなら向こうも油断してる。もう行くしかないってことね。それもできるだけ早く。八神さん、準備はいい？